新型コロナウイルスの感染者について今日県内では新たに200人の感染と患者1人の死亡が確認されました感染が確認されたのは仙台市で139人名取市で20人多賀城市と岩沼市でそれぞれ5人塩釜市と富谷市でそれぞれ4人など合わせて200人です日曜日の感染者は先月5日が205人 その後214人215人144人と推移していて今日は先週より56人増加しました年代別では実際未満が最も多く51人次いで20代が34人30代が26人などとなっていますまた医療機関に入院していた60代の男性が亡くなり県内の死者は201人となりました